16の時からでね、弟子入ったのが大工の時からも猪木ばっかりでね、立派な木を育てとる、そこの材料ばかり使ってるんです。まあ、独特な、もう削っても肌はではええね、香りがええ。ヒノキの匂いでほとんどの人がまあって喜ぶわね。好奇心旺盛なで、まあ、何でも挑戦しようでね。世界認証で認証を受けた山を管理されたとこから出てくる木を使ってマークがつくシステムなんです。商品を買うてもたものが山へ帰って回っていくんです。なるべくなら一生使えるものを目指しとんですが、